こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、関明義の緊急メッセージ。大災害のどさくさに紛れてこの国は乗っ取られるからな、に戦々恐々。昨日の夜9時、関明義が緊急メッセージを出したやん。見た人おる？内容をざっと言うと、2030年から40年の間に南海トラフ巨大地震と首都直下型地震と富士山噴火が確実に起きる。7県が同時に壊滅する。それまでに何をしなければいけないのか、それを熱弁してたんよね。ではちょっと関明義の発言の重要な点のみば話していくね。大災害が起きたとき、みんながみんな避難できるわけではない。10年後のテクノロジー社会では、選別が行われているのは当たり前になっている。まあこれは信用スコアのことと思うけども、そのスコアにより災害時に避難できる人とできない人で分けられる。だからこそ常日頃から人として当然の行動をとっていくことが大切。今の価値観で考えてはダメ。まあ SNS にひどい書き込みをしたり、人を妬んで誹謗中傷したり、非人道的なことを行ったり、そういう人はおのずとスコアが低くなっていくよね。まあスマホが AI が監視してるけんね、すでに。まあそういうことっちゃろうね。大災害が起きたとき、人が人で亡くなる。大災害が起きて人が人で亡くなったとき、一体何が起こるのか。今の日本は日本人だけが住んでいるわけではない。多くの外国人が住んでいる。そして外国人は今後もさらに増えていく中で、そんな日本で災害が起き、人が人で亡くなったとき、一体日本で何が起きるのか。まあおそらくミルキービルの憶測では、強盗に強姦に殺人、いろんなところで多発すると思うよ。また大災害で避難できた人がおったとしても、極限に追い込まれた人たちは必ず強姦するって言ってたね。まあ今でもね、避難所ではそういった強姦が普通に行われて、カメラが入っていないだけって言ってたっちゃんね。避難所のあちこちで強姦が行われても、極限状態な上、誰も経験したことのない大災害の中、救助も来ないし、どの大人も助けてくれない。そんなこと言ってたよね。めちゃくちゃやわねえ。地震は来年を境に揺れがどんどん激しくなっていく。2021年の地震でも揺れが直下型の揺れに変わっていっている。また日本人はすでに震度5の地震に慣れ始めている。震度5を普通の地震と思ってはいけない。で、最後やばい発言したんよね。大災害のどさくさに紛れてこの国は乗っ取られる。関明義は、大災害のどさくさに紛れてこの国は乗っ取られる。忘れるな。確実に起きることだぞ。少子高齢化社会上において、2045年にこの国を守る若者たちがそもそもいるのでしょうか、と話してたっちゃん。やばくないこれ。どさくさに紛れてこの国は乗っ取られる。でもわかるよね。だって今の日本どげん？政治家がすでに親中派議員ばっかりやん。世界が北京五輪へ向けた動きの一環として対中非難決議を出してるやん。でも日本政府は中国の顔色を伺って先日対中非難決議を見送ったけんね。おかしいやろ。
おそらく多くの政治家が中国でハニトラにかかり弱みを握られてるんじゃないかなとミルキーブルーは見てるけども、だから中国に物申せない議員ばっかりおるんじゃないの。まあ憶測やけどね。そんな政治家が牛耳る今の日本、大災害が起きたら乗っ取られるのも普通にうなずけてしまうのが怖いよね。それに関氏の発言の少子高齢化社会上において2045年にこの国を守る若者たちがそもそもいるのでしょうかの部分、確かに今の日本の18歳未満の子供の数2000万人しかおらんけんね。日本の総人口1億2500万人の中でたったの2000万人ぐらいよ。しかも若者の貧困化やジェンダーやら多様性云々で今後もっと子供の数は減ると思っちゃんね。そうなれば2045年にこの国を守る若者たちおらんかもしれんよね。国が今から大規模な少子化対策をせんと日本終わるかもしれんよ。まあ大まかに言うとこんな感じやね。とにかく関氏が強く言っていたことは、災害が起きる前に助け合える関係性を作っておくことが大切。常日頃の地域関係の構築、他県の人たちとのコミュニケーションの構築、おのおのでネット上でプラットフォームを作り、つながっていくことも大切って言ってたね。まあそしてね、人と人が争うな、憎しみ合うな、奪い合うな、平和を求めて争うな、争いにつながる行為はやめろ、希望ある未来を作るために覚悟を決めろ日本人、とも言ってたね。まあこれはね、いがみ合っている場合じゃない。2030年から40年の間に確実に起こるとんでもない大災害に備え動けってことやろうね。そして最後にね、世の中はもっと狂ってくる、もっと猟奇的になる、だからこそ8年後のテクノロジーを見据え団結せよって言ってたね。まあ難しいけども、時代が変わっていく中で臨機応変に対応し団結できる場の構築を作っておかないかんってことやろうね。災害が起きてから動いても大切な人は守れないってこと。まあ全てにおいて言えることはね、日本は日本人で守らないかんってことやね。しかし絶対に起きる未曾有の大災害に備え動かないかんよね。猶予は8年らしっちゃん。ミルキーブルーも熱く動きまんもす。信じるか信じないかはあなた次第です。ミルキーブルーは信じてまんもす。ではご視聴ありがとうございました。それでは。